はい、今回ですね、5ストローク、こちらの練習法をご紹介します。5ストローク、以前あのトリプレットの練習の仕方、動画でご紹介したんですけども、そちらと、やり方は似てます。最初は、アクセントをどこに入れるのか、これをまず体で耳で覚えて、で、5ストローク、5ストロークっていうと結構、奇数なので難しいって思われると思うんですが、これも以前紹介した動画と、同じパターンです。アクセントはこうなります。このタイミングですね。で、ここにあと4つを入れます。つまり1、2、こういう感じですね。これが5ストロークです。これを、実際ビートに取り入れるとどんな風なのができるかっていうと、1、2、3、1。感じですね。なのでこの5ストローク、こちらもかっこいいので、皆さん練習してみてください。それではまた次回お会いしましょう。